慶成校は、大阪府堺市出身の元アーティスティックスイミング、選手、ボートレーサーである。四天王寺高等学校、大阪体育大学健康福祉学部卒業。史上初めて、シンクロナイズドスイミング選手から転校した、ボートレーサーである。登録第5021号。同期にはこちらもボートレーサー史上初の、フィギュアスケート選手から転校した、平川香織らがいる。 夫は同じボートレーサーの倉田茂玄賞。形成はもともとはシンクロナイズドスイミングの選手であった。シンクロ選手時代の所属は浜寺水蓮学校 3KST であった。小学校1年生の時にテレビ放送で見たシンクロ選手の一演技を見て興味を持ち始め小学校2年生時にアーティスティックスイミングを始めた。小学生から中学生時代は JOC のジュニア大会などで優勝した実績を有している。小学校6年生であった2006年、関西選手権水泳競技大会のジュニアノブソロに出場し優勝。同年の第29回全国 JOC、ジュニアオリンピックカップ10から12歳ノブでもソロ部門で優勝した。中学校進学後、2008年のクリスマスプライズプラハ2008に出場。ソロ、 デュエットの両部門で1位となった。翌2009年にはアジアエイジグループ選手権でソロ、フィギュア、チームの3部門で優勝し、さらに同年のジュニアオリンピック大会ソロ13から15歳の部門及びデュエット13から15歳で優勝した。高校進学後2年生時の2011年には国体に出場し、デュエットで優勝した。 三年生となった2012年には出場した日本シンクロチャレンジカップのデュエット部門で優勝している。この年にギリシャで開催された世界ジュニア選手権大会では対象全競技に出場し、ソロ、デュエット、チームの3競技で2位に入り、フリーコンビネーションでも4位に入賞している。2012年どンドンオリンピックへの出場はならなかったものの、同年には、 シンクロ日本代表、マーメイドジャパンにも選出された。2013年、大学入学直後に、静岡県浜松市で開催された第89回日本選手権では、マーメイドジャパンの一員として参加し、チームとフリーコンビネーションの2部門で優勝した。同年には、スペインのバルセロナで開催された2013年世界水泳選手権のシンクロ部門で、 オリンピックの種目には設定されていないソロで出場し、形勢はメダルが期待されたが、4位に終わり、メダル獲得はならなかった。2014年6月6日より同8日まで、天ヶ崎スポーツの森で実施された日本選手権で、マーメイドジャパンの一員として出場し優勝した。同年10月に出場した、FINA シンクロワールドカップでは、チーム第2位に導く演技を披露した一人であった。 しかし2015年3月に体力面の不安を理由として辞退する形でマーメイドジャパンより離脱した。このマーメイドジャパン離脱について当時のマーメイドジャパンのコーチであった井村正代は代表入りを断るのも私には理解できないと形勢を含む辞退者全員を批判した。この事態により 出場が期待されていった2016年、リオデジャネイロオリンピックへの参加は実現しなかった。よって、形成はオリンピックへの出場経験はない。その後2017年の大学卒業までに、シンクロ選手も引退した。大学時代は、身長158センチメートルと AS 選手としては、低く、それをカバーするために高さを出すことを意識した。 大学4年生の時にボートレーサーへの転校を決めた。形成は大学卒業と相前後して、ボートレーサー養成所に特別試験枠で応募して、試験に合格し、ボートレーサー養成所に入所。1年間の訓練を受けて2018年3月に訓練を終了した。ボートレーサーへの転校理由は、この身長を活かし、またモータースポーツが好きなことであった。終了後、 日本モーターボート競争選手会大阪支部に所属した後、同年5月28日の隅の江競艇場のレースよりボートレーサーとしてデビューした。2019年7月8日、下関ビーナスシリーズ第6レースで4号定4コースからまくり初勝利。当日行われた水人祭では垂直スピンなどのアーティスティックスイミング選手時代の技を披露した。 2020年5月17日、愛知支部の倉田主芸章と入籍した。2006年、2008年、2009年、2011年、2012年、2013年、2014年。ありがとうございます。